かこう特にそのメタルでとかっていう話でなると結構ギターが担う部分って大きいじゃないですか、はい、やっぱりギターの音色だったりプレイだったりでメタルなのか否かっていうのが結構決まるような気がしてて、個人的にはどうなんですか、そのあたりは。昔の考えだったら、例えば俺がこう再生画を始める前の段階だったら、割とメタラーできると思ったんで、あ、メタラーなんですね。もともとそのメタル好きで、しかもその緻密な方が好きだったんですけど、なんか緻密なのをライブでやってもあんま面白くないって感じ始めたんで、プレイヤーとしてそのバンドとして、なんか再生画を始めてからそう思われて、なんかリズムでこうお客さんを沸かした方が絶対楽しいですよね、初めて、今のスタイルだったら多分。あー、なんか乗れますもんね、再生画はね。すごいこう、空気で楽しいというか、まあ、確かに曲もいいし、なんですよね。で、まあそこを一番こう自由自在にハンドリングしてるのが、まあ、あの方ですよ、本当にね。で、そこがやっぱり僕前のバンドも、まあ、見てますけど、よりもよりそのノリが前に立ってる感じしますもんね。楽しそうというか。私もあんまりジャンルは全然こだわりなくて、うん、音でかくて派手だったら、あ、確かに。それが、そうですね、ビジュアル系だとそのキャパが広くて受け入れてもらえる、音でかくて派手だけでかっこいいよみたいな、でも最近もうバンド自体が貴重だからか、メタルもすごい器がでかくて、全然メタラーの人もこんなメタルじゃないとか言われるのかなと思ったら、ナイスメタルみたいな。でもだからそれがすごい嬉しくて、いろんなジャンル出ましたけど、なんか先生がのメンツの精神性的にはすごいメタルは近いって思って、ライドのイベントも出てみましたけど、メタラーいいっすねって感じです。なんかね、独特の美学みたいなみんな持ってるから、仲良くなれるのはメタルの人かもね。あ、そうだね、合うなみたいな。そう、合うな、落ち着くな。良かったですよ、本当に。だって終わった後にそういうことヘルハウンドさんとね、写真撮ってるの見て、あ、これある意味奇跡のコラボだなと思いながら、その説明私が見たらヘルハウンドさんもビジュアル系だ。あれほどキャラクター強いバンドないですもんね。あれもだから見る角度によって全然変わるから、あのバンドも。本当にメタルどっぷりお風呂使ってる人たちから見たらど真ん中ですけど、ラウド系から見たらビジュアル系バンドなんですかね。確かにね、かっこいいなって。そうそうそう、貫き具合がね。そうだから、まあ本当にね、まあ、カテゴリーとかっていうのはどうでもいいっちゃどうでもいいわけですよ、本当に。その魅力というのがね、再生画にもあるんじゃないかなと思いますけれどもね。さて、今後の展開もちょっと聞いていきたいなと思うんですが、1月7日年明けて、はい、セカンドワンマンが、渋谷サイクロンで開催ということですけれども、どうですか、今11月今末ですけども、準備の方進んでますか。準備はこれから構想が、のんびり屋さんですね。あ、そんなもんですか。まあ、曲とかね、別にあるわけですしね、新しい曲もね、いろいろ系では。そっか、あの妄想してるだったり、なんか鮮度とノリが大事なんですよね。あんまり前もって準備しても腐っちゃうんですよ、うちの。あ、でもなんかわかる、毎日気分が変わるから体調が。ほんま前日とかに連絡入れたりするわけでしょ。そうそうそう、ちょっと曲変えたりとか、あ、風が変わったみたいな、なるんで。そうそう、あら、気分屋さんが意外と、だからでもそういうところあるんですよね、感性で動くというか。だから鮮度抜群をお届けするためにも、そう、あえてですね。あ、変わっちゃうから。そうそうそう、まあ、ベースはあるから、あとは見せ方どうするかっていうのは、土台ができてればどうとでもなるという意味で、だからそういう意味でも、あの、でも新しい曲もあるし、そしてワンマンだから当然時間も長いから、普段やれないことも、やったりできるし、どうですか、なんかそれぞれ皆さんで、ね、こういうのやりたいっていうのを、なんか言っといてもいいんじゃないですか。なんか重い荷物、赤もつくかもしれないですよ。より重いものを見てる。そうですね、より重いもの。じゃあ、おかえりサイクロンの後から見たら、あんこうやって持ってるの見たら、かなり重いの持ってんな、じゃあダメですよ。普段と違うなじゃないですから。違うところはね。なんかでも、ちょっとね、期待したいところもあるし、あとは、これはさすがにここでは言えないでしょうけど、重大発表もあると。あります。
ていう話ですけど、これはどういう感じかちょっと匂いだけでも嗅がしてもらいたいんですけど、どう待ってればいいんですか我々は。もうあの何でしょう、喉をカラカラにして待ってていただければ多分一番欲しいものが。もう発表多すぎてワンマンで言うのどれだけ状態ぐらいが、めっちゃすごいぞ。そんなにいっぱいあるの、順番とか分からなくなっちゃった。いやそれあれよ、あのリーが前髪作りましたとかそんなん顔しないですから。そういうのみんな待ってないですから。いやまあそれはそれでいいかもしれないけど、重大なやつね。じゃあ行かな、うん、本当もう言わなくても多分空気で分かってると思うんですけど、なんとなくね、あえてあの言ってないっていうかね、実際そこでこう口に出すことでみんなでこういう思いましょうという感じなんですけど、はい、あの本当に期待してくださいっていうことですよね、はい、ここまでの再生画の歴史をこう紐解いていくと、はい、ああなるほど、うーんっていうのが当然皆さんの中にも浮かんでくるんじゃないかなと思いますけれどもね。さあということで、本当にいろいろ期待したいところ、山のごとしという再生がどういうバンドにしていきたいですか。もう最終目標。そうですね、最終目標。私はもうフジロックとかサマソニとかに、うん、でもうバーッと沸かせられるくらい、もう夏のフェスの常連バンドになりたい。全然いけるでしょ。全然余裕じゃないですか。もうだってなんか肘ついてテープのくぐらいだと思ってますよ私。そっか、そんなバテるぐらいでは、ね、外野だからそっかって思ってるだけだけど、大変ですよね。いろんなバンドがいて、もちろん有名なね、バンドがもちろんもう鎮座してるところに間入っていかなくちゃいけないですからね。どうですか、あの11月にあのリキッドルームで、うん、あのイベント出させて、エビスでね、あのライブもちょっとなんか変わった組み合わせのね、ライブでしたけど、で一番僕らがやってきた中で大きいジャパだったんですよ、はい、で、お客さんもかなりこう、まあ、入っていて、こういう絵を見たいなというか、自分たちの力で、ああいうあれぐらいのところでワンマンライブができるようなバンドって、やっぱりもう、紛れもなく一流だと思うので、それ目指したいなというふうに、具体的に思ったという。まずはそこを目指すっていうところですね。具体的な目標としてできた。お客さん呼ぶのは一番大変。わかります。この私も普段やってますから、もうすっごいわかります。それだけやれば、あの、まあ、言うとバズるのかっていうか、うん、その一回はバズらないことにはバンドが。そうですね。やっぱドカンと増えることはないと思ってるんで、まあそれは。そんなことないでしょうか、それを絶対叶えたいです。なあ、マック、そんなことないよね。バズって聞いてたの。聞いてました。左遷に言わせた。そのために、いろいろ仕込んでるんですよ。なるほど。それが絶対必要なんで。それがなければやっぱりそのちょっとずつの規模でしかやっぱできないので、それがあることでその1000人っていうのも大事になってくるかなと思ってるので、それは2023年勝負です。うん、ね、まだいい階段の踏み方ができる1年にしたいということですね。ドカンと行きたいです。ドカンと行きたい、はい、ちょこちょこはないと思ってます。そうですね、でもそうですね、そうです、ゼロ100の世界ですからだと思います、はい、どうですか。もう私、はい、いやこの目線で違ったら俺何が聞いてるんだろう。いや私本当に目標とか本当に苦手で、そういう人いますよね。そう、もう基本のことも覚えてないし、実際のこともわからないので。まあ、でも本当今年もう活動して、すごいワクワクしたのはやっぱ33みたいな、楽しいプロフェッショナルに来年もたくさん会っていきたいなみたいな。あら、それはやっぱ自分もやっぱもっと楽しく生きようみたいな、プロを見るとすごい勝ち立てられるから。そうですか、いや、そんなもんね。うん、ね、いやでもなんかそのリーガンちゃんの場合はもう なんですか、もちろんバンドのフロントマンっていう要素ももちろんあるんですけど、なんかね、それこそね、被写体もやってるし、いろんなところに出て行っていい人だと僕は思ってて、であんまり一人だけバンって行っちゃうとね、なんかこう漫才コンビでバランス崩れて解散みたいな、ね、悪い流れになるパターンもあるので、そこの調和を重んじてもらいたいなと思うんですけど、でもなんか一人ね、こうキャッチできる人がバンって出るのって僕はいいんじゃないかなって。バズんなくて。いや全然、いやいや、バズると思うよ本当に。でもいろいろ本当にその写真だったり、うん、カメラだったり、スタッフさんだったり、やっぱりいろんなプロ面白いですね。そうそうなんですよ。
そう、そういう人と出会えるから私もレベルアップするのか、私のレベルが上がったと思わせてくれる周りの人なのか分かんないけど、それが今すごい楽しいから、まだついていくだけなんで大きいの、うんうん、確かに。それはもう人が大事。その辺の話はじゃあ浅草でやりますかねえ、うん、そんな話したいですわ。バッコどうですか。そうですね、最近の音楽を割と耳にする機会がありまして、うん、その時に感じるのは多分多さが減ったとか、うん、まあ、言うなれば鋭いギターの音が減ったって最近すごい感じるんですけど、で、まあもうそういうジャンルが好きでこのバンドやってるんで、なんなら再生を起点にこのジャンルをもう一度こうバンと流行らせたいなってくらい。結局だからね、そのなんすか、一気にバズるってさっき言ってましたけど、それってやっぱり自分たちが先頭立たないと盛り上がっていかないから、はい、だからそこはもう実は原点なのかもしれないですよね。いや、その自分で言ってくるんだじゃないですかやってくることでもう本当にね、いや皆さん大好きですよ。はい、再生側の皆さん、僕もずっと応援していきますんでね、この番組ご覧になってる皆さんも引き続きぜひ応援をしていただき、そしてまだチャンネル登録をされてない方はぜひこれを機会にいいねとチャンネル登録も合わせていただければと思っております。ということで、今日は皆さん本当にありがとうございました。面白いコースありがとうございます。ありがとうございました。